2バックアップね、たくさんエントリーを頂戴しております。本当にありがとうございます。まだまだ募集中ですので、ぜひエントリーをお待ちしております。こんにちは、ガガの高橋です。今日はね、今年福井の2月ですね、福井の雪がすごかったのご存知です？昭和56年、56豪雪っていうのが福井県であったんですけど、それに匹敵、それを超えるぐらいのね、豪雪がに見舞われまして、いや本当にね、もう今だからお話できる話というのはね、ありました。もう正直ね、正直ですよ、もうね、私もね、お店続けられないと思いました。もうあの時はね、もう本当に顔面蒼白で、過ごしてましたね。1月の、ね、末ぐらい、結構ね、普段よりも多いなってぐらい降ったんですよ。もうそのぐらいでも、もうなんか、あ、ここ近年ここオープンして以来かなっていうぐらいね、すごいそこそこ降ってたんですね。ですので、まあ当然ね、サービス業なんで、やはりいくら雪国の福井とはいえね、どうしても2月っていうのは売り上げが一番下がるわけですね。当然客足が悪くなりますからね。で、1月の後半も実は悪いんですけど、それは1月の前半はお正月があったり、その名残があったりするんで、結構ね、賑やかなんですが、お正月が終わって、そして雪が降って一番極寒期に入りますね。1月か2月いっぱいぐらい極寒期に入ります。足元が悪くて寒くてっていうね、本当に、まあそれはもうそういうもんなんで仕方ないんですけど、ね、もうこれね、もうズバリ言いますよ、私、2月のね、売り上げ、もう普段いくらあるとかちょっとここではね言いたくないんで、もうどんだけひどかったのかと言いたいのを言いたいんですけど、2月の売り上げですよ。びっくりしますよ2月全部の売り上げのうちね、15万円だったんです15万円って言ったらね、1日で売り上げることもあるわけですよ。それがね、2月全体で、しかも除雪費用が莫大にかかりました。もうね、すごいかかりましたでね、まあ、それもともかく、それでお金が回るのはどうのって当然あるんですけど、こう2月上旬未明ぐらいですかね、もうね、すごい雪なんです。雪が止まらないんですよ。でね夜中の段階で、まあ、もうとにかくね、そういう時って除雪だけやってるんですよ、私ね、もう一生懸命で、駐車場とかは業者さんにまだね入ってもらえるんですけど、当然そこにアクセスするものであったり、そのコースの脇であったりね、通路であったり、当然もう人力でやるしかないわけなんで、もう一生懸命それに取り組む、ずっとかかりっきりですよね。ところがある日ね、何時頃だったかな、まあ、うち閉店23時なんですけど、あまりにもひどいんで9時頃かな、夜のちょっとみんなって外見ようこれね、帰れなくなるから、ちょっともう閉店しましょうって、ちょっとさすがに危ないんで、今日は帰った方がいいよって言うんでね、まあみんな万丈一致で、そうだね、これはやばいねって言うんでね、帰ってたわけですよ。でね、まあそれで帰られました。で、私ガガでね、寝泊まりできるようになっているので、ちゃんとシャワールームとかもあってね、朝起きました。そしたらね、扉からね出れないんですよ、もう溜まりすぎてて、雪がちょうどドリフトコースにつながる扉があるんですね。その扉がね、もうね、上にゲアがあるんですよ、上にゲアあるんですけど、朝起きたらね180センチの高さのその透明な扉が、もう下ゲア、上かゲアがあるにもかかわらず3分の2ぐらい埋まってるわけですよ。でね、
えっ、ー、と思ってこれ何事かと思って開けようとしたら、まあ、開くわけないですよね、そんな埋まってるんだから。これはまずいと思ったら全部裏に、実はね裏手に勝手口があって、そこはねかなり高いところにあるんで、上に下屋もありますし、そこがね一応出入りできると。これはなんとか開いたんですね。でもねこっち戻ってくるのにどうだろう、何メーターぐらいかな、これ30、40、多分5、60メーターぐらいか。もうね完全に、積雪2メーターぐらいの状態で全て埋まってるんです。で、うちの目の前県道なんですね。県道なんで毎日っていうかちゃんとね除雪はバッチリ入らないといけないはずなんですが、もう間に合ってないんですね、周りひどすぎて。なので私ねどうしたかっていうと、とりあえずこっちに来ないといけないと思って、でまあお店開けれるなんてはちょっとさすがに思ってないにしても、とりあえずやっぱりね動けるようにならないといけないと思って、まあ、その時点でも雪すごい降ってたんですけどね、まだどうしたかっていうと雪の上をねもう泳ぎましたこうやって。で面積をねすごい柔らかい新雪なんで足なんかで歩くとね埋まっちゃうわけですよ、ズボッとここまでね、なわけにいかないんで、こうほふく前進とか 手を足を思いっきり広げてこうね泳ぐようにねモフモフモフって、どのぐらいかかったら多分2、30分かかったんじゃないかな、こっち来るのに。でとりあえずようやくこっちたどり着いたんです。で、外にね除雪道具のスコープとかあったんで、とりあえず、その連絡通路の扉開けるようにしないといけないと思って、ただねそれが開かないんですね。もう埋まっちゃってるんで人力でどうにかできるものじゃないんですよ。でとりあえずそこちょっと諦めました。でお店の方行こうと思って、でお店の方下屋がちょっと長いのと、まあ振る方向なのかな、でもかなり埋まってたんですけど、通路も完全に埋まってたんですが、それもね一生懸命ねもうかき分けながら扉をね掘っていくんです、扉が開くように、掘っていきながらなんとか色力が入ってね、ストーブをつけて、はてこれはどうしたもんだろうと。ただあれと思ってね、まあ除雪も来てないから車動く動かないの問題じゃないとは思うけど、ちょっと見ようと思ったらね私の車消滅しているわけですよ、もう車が消え去ってしまって、あ要はもう雪で埋まってるってことですよね。でいやーこれどうしたもんだなと、まあこれもう急いで今でも除雪したところで、まあ、どの道お客さん来れないし道路も、ね、埋まって除雪も入ってないから、だからまあそこはねちょっと気楽に考えてたわけですよ。でただしとりあえず、このお店とお店にほらねカップラーメンとかは売るものがね置いてあったり、するのと、あとやっぱり私生活する奥のね、オフィスがあるんでそこにも行き来するライフラインを確保しないといけないっていうんで、とりあえずもうねどうだろう、朝8時ぐらいから5、6時間かかったかな、もうエッサエッサと。で飛ばす機械あるんですね、ガーっていうね、私はもう相棒と呼んでるんですけどもうね埋まりすぎて高すぎて相棒も何の役にも立たないんですね。だからもう手でやるわけしかないんですよ。で手で一生懸命やってね、でも下からえぐるのももう大変すぎるんで、ちょっと圧接しながらで扉の近くだけを一生懸命下に掘り進んでね開けるっていう作業を行いまして、なんとかライフライン確保、まあ、当然まあ誰も来るわけないのも分かってますし、でとりあえず私のね、自宅であったり実家であったりね、電話をかけてね大丈夫かという安否確認の電話をしたり、やっていたんです。またこの時は実はね心に余裕がありました。まあまあ、雪やめば溶けるだろうとか、まあ、2、3、1、2日営業できないかもしれないけどなんとかなるだろうと。で、まあ、とりあえずもう、することもないしもう仕方ないんで、もうすごい疲れたんでもう寝ましたよ、ね、ビール 2、3本飲んだぐらいにしてそしたら次の日ですよ、次の日また埋まってるんですよ起きたら開かないんですよ。でまた同じ私ね泳いでこっち来て、でね、なんかね夜中に一回県道をね除雪した気配が
あるんですけど、ただねまた埋まっちゃってるんですね。とても人が来るような状態、来れるような状態じゃないっていうか、もうみんなもう世の中止まってました。で、とりあえず水凍結しちゃもう死んじゃうと思って、水をちょっと出しっぱなしとか、地域によってはもうインフラが、ね、止まって停電になったり止まったり、したところもあるみたいですし、孤立したところも、まあ、うちも完全に孤立してましたけどね。で、結局、まあ、最終的に話すると14日間私こう缶詰だったんです。出れなくて14日間ですよでね、もう、まあ、ちょっと話戻りますけど、ライフラインの確保しか私することないと思って、ただねちょっとね現実を見えちゃったんですね。屋根がね、屋根ですよ、屋根の上にいいですか2メーターぐらい積もってるんですよ、雪が、ね、2メーターですよ、屋根の上に。で、これは倒壊するなと。でね、確かにちょっとねミシミシとかいう音がするんですよね。で、ちょっとネットでね、ネット環境は幸いともらわなかったんで、ネットで調べました。建物、雪、倒壊みたいな。そしたらね、ミシミシという音は倒壊直前の音ですみたいなね。青ざめました。とりあえず屋根登ったんですけど、まあ、ご存知かもどうか分からないですが、サキットなんで、すごい建物は大きいんですね。それが2棟あるわけですよ。でね、人間1人が上がって、ね、3日4日徹夜でやろうが間に合うようなね量じゃないわけですよ。で、私ねどうしたかっていうと、まず知り合いのね、以前除雪、屋根雪下ろしなんかしてもらったことのあるね、方に電話しました。そしたらねこう言いました。まあ考えてみたら当たり前だなと思ったんですけど、ね、高橋さん僕も家から出れないんですよ。あ、そうだよね、そうだよね、あ、そうだと思う、分かった、ありがとう、ごめんねっていう。で、とりあえずもう、もう黙っても仕方ないんで、もう下ろすしかないと思って一生懸命下ろしたわけです。でね、とりあえず、これはもうほっといたら間違いなく倒壊すると。だからもうどうしたもんかと。まあ、ライフラインをね一生懸命やってももう限界があるし、まあ、屋根登ってねとりあえずもう頑張ってたんですけど、もうやってもやってもキリがないんですよね。なのでとりあえずね、とにかく天の助けが欲しかったわけです。もうどうにかしてほしい。だからね、もう業者さんも出れない、動けない、頼むところがない。で、そうだ、とりあえず役場、ね、市役所に電話しようと思って、防災課ってあるね、調べたら。で、電話したんです。そしたらね、そこでね、まあ今思えばね、もう無理なこと言ったというか、ただ私も必死だったんで、とりあえずまあ担当の方出てきました。で、お話したんです、ここここで、まあ、助けてというか、とりあえず業者さんを紹介してくれませんか。私知り合いのところをかけてももう身動き取れないと。でもほっといたら間違いなく今倒壊するんですと。だからとりあえず、紹介してください、今別にうち来て助けてって言ってるんじゃないんですって、紹介してくださいって電話したら、うちから直接紹介することはできないんですよと。まあ、考えてみたらそうですよね。まあ、特定の業者さんを直接、ご紹介するというのはね、まあ、できないかなとは思うのでね、立場上、なんですが、ちょっと緊急時なんで、その気持ちは分かります。もう私頼る人いないんで電話してるんです。お名前聞いてね、僕はもうね、その地方公共自治体にお願いしてるんじゃないんです、何々さんにお願いしてるんですと、助けてくださいと、だから紹介してくださいって言ったわけですよ。でももうまあただね、まあ返事は一緒です、仕方ないですよねで、ただもう、ただほっといたらこれ倒壊するんですよ。で、私の一人での力じゃどうにもならないんですよ。で、なんかこういう時逆にどこに助けを求めたらいいんですか。県とか助けを求めるなんかあるんですか。
自衛隊ですか、警察ですか、消防ですかと、ね、今ほら自衛隊がね、あの福井県の災害派遣で来てるでしょって、うちもこれ災害でしょって、これどうにかならないんですかって、まあまあ後で考えりゃねバカなこと言ってますよ。ただもうその時は必死だったんで、もうミシミシと言ってるし、もうやってもやってもキリがないし、まあ、必死にね食い下がったりしたんですが、まあ私の知識とかね頭なのではね、もう何を言ってもこれ無駄なんだなと、あの逆に頼むとこもないし知らないし、どこの業者にね、当たってかけてみましたよ、でももう手いっぱいで動けないとか、そんな返事ばっかりですよ、ね、だからもう本当に青ざめましたけど、もうやるしかないと思って、ね、もうやるしかないと思って、もうとりあえずもう延々に屋根に登ってね、もうとにかくね、もう思い出したら涙ですよ、本当にもう一生懸命もう下ろしてました、もうやるしかないんだなと思って、もう倒壊させるわけにいかないと。でね、その時ね、基本的にもう目の前の県道もね、とても車はね通れるような状況じゃないし、うちの駐車場も当然もう業者さんも動けないから、まあ、来れるような状況じゃないんですけど、なんか K のね4区だったら結構なんか頑張って来れるぐらいのなんとか道だったみたいなんですね、軽自動車の4区ならば。そしたらね、乃木さんと服部くんが生きてるかと来てくれたんですね。あのね、まあ服部くんとも、もう乃木さんともね、もう完全に腐れんですよ、もうね、まあ冗談ながらでもね、このもう罵り合いね、聞くに堪えない罵り合いを言い合えるぐらいのもう間柄なので、まあそんなんですが、まあね、ありがとうとか言うのも照れくさいぐらいの間柄ですよ。でもね、その時は僕はね、もう涙が出るぐらい感動しました。本当にありがとうって、もう本当にありがとうって、もう心から感謝しました。でね、そしたらもう来た2人もね、ここはどこだと、画家の建物ね4メーターぐらいあるんですけど、あの軒先までね、4メーターですよ、4メーター以上は4メーター50ぐらいあるのかな、すっごい高いんですよ。もともとなんかトラックでも出入りするようなピットになってたんで、そこにね、屋根にね、もうね徒歩で登れる、歩ける高さ、尾根が続いてるわけですよ。で、平野部なんて当然もう歩けないし、そこを来てねこれ大丈夫ね、よくここで生きてたなと、そうだろうと、あのもう必死なんだ、とりあえず助けてくれってね、とりあえずミシミシという、建物の方だけね、服部くんと野木さんね手伝ってくれて一緒に下ろしてくれました。でね、屋根登ってもね、もう自分の身長よりも高いんですよ、屋根の雪が。で、重いんですよ、雪がもう下の方圧縮されてね。でそれを一生懸命本当に、下ろしてね、なんとかとりあえず倒壊せずに済みましたが、それでももう2人ね、まあ家庭のこともありますから、で私が食べ物も何も手に入らないの知ってるんで、食べ物もねコンビニで買ってきてくれてね、ただコンビニももう何も売ってなかったと、スーパーも何も売ってなかったという状況でね、いろいろ助けてくれて、で、まあ、ちょっと元気がもらってね、嬉しくてね、とりあえず、もうそこから、ただ雪はまだその晩から降りつけてたんで、もう夜中もね1時間おきに屋根に登って下ろして、また休憩して体温めて、下ろしてっていうのも昼夜問わずずっと続けてですね、やってました。それが収まって一回晴れた日があったのかな。でね、今度ね、でなんとかね業者さんも来てくれたんですよ。でその前は業者さんももうね油がないと、軽油がないから来て来れないっていう状況だったんですね。で、だからもう営業はねずっと諦めていたんですが、なんとか来てくれました。で、まあ、なんとか車6、7台かな多分入れる分だけ開けたんで、でもうちも開けないとお店を、で開けたところで来るの逆に危ないかなとも思ったけど、やっぱ必死なんで、もう売り上げやっぱ1円でも2円でも欲しいわけですよ、ね、そうじゃないとお金回んなくなりますから。なのでね、一応開けたはいいんですけど、今度晴れた日にね、屋根雪雪崩が起きたんですね。ドドドドドドドって、もしそこに下に人がいたら
100% もう春までそこに埋まってましたよすごい轟音ともにすごい雪崩が起きて、通路もね全部頑張って開けてあったところがもうね通路の軒下のところまで全部や雪が埋まっちゃって、まあ、それを開けるのもね丸一日ぐらいかかったかな。もうとにかく心が折れてしまって、もうみんな励まし合いましたね。もう溶けない雪はないとかね、でいろんな下界の噂も聞いてくるんですよ。もうみんな会社は休みだと、会社ね2時間かけて歩いて行ったとかね、西川知事からね、県内の皆様とあのなるべく、会社を休んでくれというようなね、いうのもね、あったりして、まあ、本当にねひどかったですね。まあ、ただ結構ね、県内外からいろんなね心配のねお電話やメールなどをかなりたくさん頂戴しましてね、もう心折れるたびに、本当にみんなの励ましのお言葉でね、心配のお言葉で、ね、頑張ってやりました。で、ね、その時ね2月ですよ。もうほらもうすぐ7月になるでしょ。まだ肘が痛いんで、その時痛めたのがこれテニス肘っていうやつらしいんですけど、まだめちゃめちゃ痛くて、まだこうやってねプロボとかあのなんだマシンを持つこともできないぐらいまだ痛くてね、いや本当に、まあうちだけじゃないですね、あの時福井県全部がね本当に大変な目に遭いました。で、その後ねタミヤさんも、ね、まあ、ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、高橋さんとこ元気づけようっていうんでね、タミヤチャレンジカップ、福井雪解け福井大会っていうのを、ね、開いていただいて、またそこで元気をいただいて、遠方から来てくださる皆さんもね、励ましのお言葉をいただいて、本当に、なんとかね立ち直ることができました。本当にもうねもう正直今だから言えますよ、もうお店もう無理かなと思いました。辞めることも実は考えました。もう、ね、実はねいっぱい傷んだんですよ。今もその爪痕残ってますけど、モルタルが落ちてしまったり、オフロードコースのもう建物がね沈んで、横のトタン間があったりとかね、裏のトタンが全部めくれたり、まあ、いろんな看板が落ちてしまってね、その修理費用、あと除雪費用なんかも、まあ、ちょっとこういう言葉には言いませんが、もうかなり莫大な費用がねかかりまして、なんとか5月ぐらいかな、6月、もうほんの最近です、ほんの最近です。もうこの YouTube の動画を始めたのも、こうなんかやらないとっていうのもあるし、まあ、自分をこう追い立てるつもりっていうのもありましたよね。そういうのもあって、なんとか今ね、はいはいはい、これでちょっと軌道乗ったかな、元戻ったかなというところでね、まあ、そんな思いをした、雪の話でした。でも本当にね、おかげさまでご心配いただいて、いただけた皆様本当に、今更ですがありがとうございました。こうやって元気でやっておりますのでね、これからもこうね、うちのみならず日本のねラジコン業界の発展のためにね、地方の片田舎から微力ながらね力を注ぎたいと思いますので、今後ともねレディオラをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。